マックシェイクはなぜ飲みにくいのか。こんにちは、りょうです。本日ご紹介する本は望月智之先生の買い物0秒時代の未来地図、2025年人は買い物をしなくなる生活者編です。少しずつですが、コロナによる脅威から脱しつつある現在、皆様はいかがお過ごしでしょうか。このコロナ禍によってあらゆる物事がオンラインに置き換わっていったこの数年間は、買い物のデジタル化、これが一気に進んだ数年間でもありました。今やほとんどの買い物はオンラインだけで済ませることが可能になりましたよね。もはや現代の消費者にとって買う場所というのはどこでも良くなってきています。店舗の一等地も街中で人の目に留まりやすいところから EC モール内で目に留まりやすいところに変化しました。顧客が商品を購入するその判断をする際は、店員の商品知識はもはや必要となくなり、口コミが重要な情報源となっています。このように EC 化が進む中、最近では物を売らずに体験を売る店舗が増加しています。買いたいものを手間なく買う、いい商品を探して見つけるという買い物の効率化と反比例するように、買い物自体が楽しいと思えるようなサービスや仕掛けが求められるようになってきたんです。ただ買うだけなら早く簡単に買えるネットショップでいい、そんな時代に買い物はどう変化していくのか、ぜひこの動画で理解していただけたらと思います。さあ、そんな本書の中から本日ご紹介する内容は以下の通りです。第1章、コロナ禍で現れた怪人 100% ネット買い物男。第2章、アマゾンは時代遅れ、 EC 先進国アメリカで今起きていること。第3章、マックシェイクはなぜ飲みにくいのか、10年後も生き残るための未来の買い物術。ポストコロナ時代を迎えつつある今日、私たちの買い物はどのように変化していくのでしょうか。本書は以前このチャンネルでもご紹介したベストセラー、2025年人は買い物をしなくなるの続編となりますが、前作を読んでいない人でも楽しめるようわかりやすく解説してまいりたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、コロナ禍で現れた怪人 100% ネット買い物男。コロナ禍によって私たちの買い物はどのように変わったでしょうか。その実例として、まずは著者の知人 A さんの話から始めましょう。 A さんは40代の男性で、コロナ禍の数ヶ月間ほとんど外に出ないという生活を送っていました。朝起きるとまずは Amazon の生鮮食料品部門 Amazon フレッシュで今日必要な食材を注文します。在宅ワークを開始して昼頃には朝に注文した食材が自宅に配送されます。昼食を取ったらまた仕事に戻り、休憩時間には Amazon プライムで映画を楽しみます。夕食も昼に届いた食材で済ませます。基本的には毎日この繰り返し。たまに生活必需品をネットで買ったり、 Uber Eats を頼んだりする日もあると言います。さあ、このように A さんは買い物はすべて EC サイトのみで完結させ、ネットさえあれば家から一歩も出ない生活は可能だということを身をもって証明したんです。ここまで徹底的ではないにせよ、コロナ禍の期間、ある程度は A さんに近い生活を送っていたという人は日本中に数多くいたに違いありません。自粛ムードが弱まってからも同じ生活を続ける A さんに、著者がどうしてそこまで外に出ないのと聞くと、彼はこう答えたそうです。だって服を着替えたり髪の毛を整えたりめんどくさいじゃないですか。髭も剃らないといけないし。なるほどですよね。2020年4月から約1ヶ月半続いた緊急事態宣言中、私たちの買い物というのは劇的に変化しました。先ほどの A さんほどではないものの、普段の買い物をネットスーパーで済ませる人が激増し、あまりの注文の多さに配送の予約が早々に打ち切られるという事態も起きました。その一方で多くの実店舗が顧客を失いました。平日の昼間は大行列が当たり前だった都市部のコンビニや飲食店、人が多く集まる場所に出店しているアパレル店や電気店などは軒並み苦境に追い込まれ、首都圏の実店舗はもはや崩壊寸前と言っていいほどの状況だったんです。にもかかわらず、緊急事態宣言による外出自粛によって大量の人が自宅で餓死するなんてことは起こりませんでしたよね。
つまり私たち日本人はたとえ実店舗がなくても案外大丈夫なもんだなということに気づいてしまったんです。欲しいものは大体ネットで買える、お腹が空けば食べ物のデリバリーを頼めばいい、スマホがあれば大体のことはできてしまう、そういうことが明らかになってしまったんです。コロナ禍において私たちはオンラインで買い物をする機会がこれまで以上に増えました。現地に足を運ぶのが当たり前であった不動産業界でさえリモート内覧に対応する不動産屋が現れたほどです。私事で恐縮ですが、私も最近このリモート内覧によって物件を決め引っ越しをしました。ビデオ通話や YouTube での紹介でかなり細かなところまで紹介していただけますので、現地に行く必要がなくとても便利なサービスだと感じました。さて、こういった買い物の現状を言い換えれば、コロナ禍の期間というのは現代はほとんどの買い物をオンラインだけで済ませる生活がすでに可能な時代であるということを示した期間でもあったと言えます。このことは従来型の店舗は時代に合わせて柔軟に変化しないと生き残れない時代になったことを示しています。新しい時代に合った価値を常に提供し続けることができなければ、たとえ都心の一等地にあろうと実店舗は以前のような勝ち組のままでいることは難しくなっているんです。このように買い物にも様々な変化があった2020年ですが、果たしてコロナ禍によって何かイノベーションが起こったと言えるでしょうか。極めて新しい技術によって私たちは買い物をしなくなったというわけではありませんよね。著者によれば、買い物のこのような変化はパンデミックがあってもなくてもその先に待っていたであろう当然の未来であると言います。パンデミックは結果として来たるべき時代の流れを加速させたに過ぎないんです。現在街中にあふれる Uber Eats のサービスは2016年からすでに始まっていました。個人がメーカーとなって製造販売を手掛けるようなネットショップの仕組みもすでに存在していました。在宅機会が増えることでサブスクリプション型の動画配信サービスが活況になったとは言われるものの、コロナ前から加入者は増加傾向にあったことも事実です。YouTube だってコロナで爆発的に人が増えたと言われていますが、その前からかなりの数の人が視聴していましたよね。新しいものが生まれたというよりも、コロナ禍によって人々がこれまであったものをうまく利用するようになったというのが正確な言い方だと著者は言うんです。いずれにせよ、コロナ禍を通じて私たちの生活スタイルが大きく変わったことは事実でしょう。外に出る回数が減り、その分オンラインで買い物をする機会が増えました。家の中で遊べるゲームや冷凍食品、電化製品などが売り上げを伸ばし、それらは巣ごもり消費と呼ばれました。また一方で、老舗メーカーが築いてきた信頼の価値というものが再認識されました。マスクなどの衛生用品はパンデミック当初、原料不足のため見たことのないメーカーの商品がスーパーやドラッグストアに並んでいましたよね。ですが、供給が安定するとそういった商品は売れ残りやすくなり、昔からある商品が安定して売れるようになりました。変化したのは買い物だけではありません。仕事では取引先とオンライン会議でコミュニケーションを取るスキルが必要となったという人も多いでしょう。企業の採用面接もオンラインで行うケースが増えています。自分の強みを伝えるようにオンライン会議用のフリップを用意する学生も現れ、新しい面接様式が構築されようとしています。さあ、総じて言えばコロナ禍の期間は気軽に出かけることができないといった不便さなどはあったものの、これまでなかなか進まなかった生活の効率化が一気に進んだ期間でもありました。私たちはリアルのつながりよりもオンラインのつながりを増やし、在宅中心の生活であっても日々の暮らしを楽しめるようなライフスタイルを選択していったんです。コロナ禍によって一気に効率化された私たちの生活様式は、ポストコロナ以降もそのまま引き継がれていくことでしょう。もはや後戻りすることはできないんです。さあ、このあたりで第一章をまとめておきます。ポイント1、コロナ禍の緊急事態宣言下においてオンライン上で買い物をする機会が激増し、食品から生活必需品まで全てを EC サイトのみで完結させる人まで出てきた。ポイント2、オンラインショップが活況を呈する中、多くの実店舗は売上上昇を余儀なくされ、従来型の店舗は時代に合わせて急速に変化しないと生き残れない時代になっている。ポイント3、
Uber Eats やサブスクなどのサービスはコロナ禍以前から存在しており、コロナ禍によって新しいイノベーションが生まれたというよりは、むしろこの先数年で訪れるはずだった生活の効率化が一挙に加速したに過ぎない。第2章、 Amazon は時代遅れ。 EC 先進国アメリカで今起きていること。アメリカの小売業界にはこんなジンクスがあります。EC 化率が 20% を超えると、その産業の店舗ビジネスは衰退破綻が起こる。ちょっと恐ろしそうな言葉ですが、詳しく見ていきましょう。 EC 化率とは、全商取引のうちネット市場で取引される割合を示す指標のことです。 EC 市場規模で世界第2位のアメリカでは、現在リアル店舗が軒並み閉店に追い込まれています。これは2020年より前にすでに起こっていたことですが、コロナ禍によってその傾向は一気に加速しました。こういった背景から、実店舗ビジネスは終焉を迎えるのではないかという人までいるありさまです。非常に恐ろしい未来予測ですよね。しかしそれは極論であり、著者はそうはならないだろうと考えています。実店舗は実店舗なりに役割を変えながら今後も生き残るはずだと言うんです。その生き残りのパターンは主に2つ、体験型と倉庫型です。体験型の店舗で分かりやすいのはナイキでしょう。ナイキの実店舗は近年体験を重視しており、ただ物を売るだけの場所ではなくなっているんです。テクテクテクとナイキの店舗に行けば、スニーカーがまるで美術品のように美しく展示されています。またオーダーメイドでスニーカーが作れる店舗もあるんです。顧客のデータに合わせて最適なスニーカーを提案してくれる上、とにかくそこに行くだけで気分が上がるような体験がデザインされているんです。私たち消費者にとってみたら、すでに物を買う、ただ物を買うならネットで十分なんです。それ以外の体験ができるからこそ、実店舗に行く理由ができるんです。昔で言えばデパ地下の試食コーナーだってそうです。何らかの体験ができるから消費者がそこに足を運ぶ、こういった部分に特化していく必要があるのがこれから先の店舗なんです。さあ、もう一つの倉庫型について見ていきましょう。倉庫型というのは、まさに物が置いてあるだけの店舗です。先ほどとは少し逆のイメージですよね。ただ物を買うための店舗というよりも、顧客の家の近所にある倉庫のようなイメージの方がふさわしいと言えます。顧客が購入するのはあくまでデジタルシェルフ上、つまりネット上であり、オンラインで注文すると、あとは配送業者が商品を家に運んでくれるんです。その配送のための物が置いてある倉庫、これが倉庫型の店舗なんですね。従来にはなかった倉庫型店舗の特徴として、配送業者がヤマトや佐川のような大手配送業者ではなく、ギグワーカーが中心となっていることが挙げられます。ギグワーカーというのは、単発で仕事を請け負う労働者のことで、日本でも急増している Uber Eats の配達員などがそれにあたります。顧客が実際には足を運ばない、このような物流倉庫をダークストアと呼びますが、アメリカではすでにこのダークストアが広がっており、従来型の店舗の必要性が年々薄くなっているんです。この倉庫型というのは、もはや店舗と呼んでいいのか微妙なところですが、とにもかくにも、もうすでにここまで従来の店舗販売というのは追い込まれているんです。ダークストアが広がるアメリカで今激しさを増しているのは、 EC サイト間の配達競争です。1日でも1分1秒でも早く商品を顧客の自宅に届けるための熾烈な争いが起こっています。 Amazon プライムの影響か、今の日本では翌日配送、さらには当日配送なんていうのも当たり前になってきていますよね。少し前では考えられなかったことです。これも物流の発達や配送競争によって可能になったことなんですが、日本とアメリカでは事情が大きく異なります。というのもですね、アメリカは国土が広いですよね。ですから日本では当たり前の翌日配送がそもそも当たり前ではないんです。アメリカではAmazonの平均配達速度は注文から 2.5 日、それ以外の EC サイトは5日と言われています。あのアマゾン、日本では翌日、当日に届くアマゾンですら 2,3 日後に届くのが当たり前なんです。実はこれでも昔に比べるとかなり早くなった方だと言われています。
近くの倉庫に商品があればすぐに届けることはできますが、西海岸にあるものを東海岸に運ぶとなるとどうしても時間がかかってしまうんです。全米の物流拠点にまんべんなく商品が置かれているわけではありませんので、長距離輸送が前提のアメリカではアマゾンの力をもってしてもこのあたりが限界なんです。とはいえ、アメリカの消費者は今の配達スピードに満足していません。もっと早く届けてほしいというニーズが常にあり、そのための競争が存在しているんです。巨大企業のアマゾンに配達競争で勝てる企業があるのかという疑問もあるかもしれませんが、しかし現に今、アマゾンを超えるスピードを目指す企業が出てきているんです。鍵となるのは先ほどのダークストアです。自前で配送システムを持っていなくても、ダークスターを活用することで、アマゾンのスピードを超えることができる企業が現れてきたんです。商品は配達専用のギグワーカーが運んでくれます。ですから企業は倉庫だけを持っていればいいわけです。消費者にとって買い物は面倒なことばかりです。特にネット注文では、買い物プロセスの中でも商品が手元に届くまでの時間が長いことというのは、消費者にとって最も不快なことの一つと言えるでしょう。これだけネットショッピングが浸透して割安で商品が買えてもなお、ちょっと割高であっても店舗が生き残っていけるのはすぐに手に入るからという側面が大きいはずです。店に行くのも、レジに並ぶのも、買い物袋を持って帰るのも、どれも面倒なことばかりですが、それでも商品を待つストレスに比べれば小さいというわけです。Amazon は確かに買い物の煩わしさを次々に解消し、EC サイトの王様として君臨してきました。ですが、すぐに欲しい、今すぐ欲しいという欲求を満たす存在にはまだ慣れていないんです。その点においてアマゾンはまだリアル店舗には勝てておらず、それに加えてダークストアが広がることで、もはや EC 業界においてすら最速の価値を提供することが難しくなってきているんです。打倒アマゾンを実現するのはどの企業か目が離せませんね。さて、このことの実例として本章の最後にコロナ禍におけるウォルマートの実例をご紹介しましょう。2020年、アメリカでは日本以上に新型コロナウイルス感染症が拡大しました。ですが、そんな中、小売業界で主導権を握ったのは、意外なことにアマゾンではなく、ウォルマートだったんです。実はアマゾンは2020年に関しては、小売業界でもあまりうまくいかなかった部類に入る企業なんです。コロナ禍で自宅で過ごす人が増えたんですから、実店舗を中心に展開するウォルマートよりもアマゾンの方が優位にあったんじゃないのと思う人が多いと思います。しかし、より少ない在庫で早く届けるというスタイルで効率性を重視してきたアマゾンは、商品を大量に確保することができず欠品が相次いだんです。一方のウォルマート、こちらはアマゾンの効率性とは対極の大量に仕入れて安く販売するというスタイルです。また、ウォルマートは大量にリアル店舗を持っているという点も強いんです。全米に4700以上の店舗があり、その一つ一つが大量の在庫を持っているんです。しかもアメリカ人の実に9割がウォルマートを使っているとも言われており、週あたりの来店者数は1億4000万人ですから、日本では考えられない凄まじい規模と言えます。災害時などの非常時には、トイレットペーパーや食料品などの必需品をすぐに手に入れたいというニーズが高まります。コロナ禍ではこのようなパニック消費が活発になり、商品をすぐに確保したい顧客は、品薄で物が少ないアマゾンに頼るよりも、大量の商品があるウォルマートを目指したんです。危機的状況にアマゾンから届く時間なんか待ってられないよと、多少高くたってすぐに手に入るウォルマートに行くぜ、そういう客が多くなった。これは少し面白いですよね。そんなウォルマートは商品の量だけではなく、顧客に商品が届くまでのスピードでもアマゾンを圧倒しました。顧客の方から店舗に取りに来るんですから当然のことではあります。またたとえ顧客が来店しなかったとしても、近所の店舗から配送業者やギグワーカーによって配達されますので、そのスピードも当然遠くから運んでくるアマゾンを上回ります。このようにかつて EC サイトの帝王であったアマゾンは、もはや時代遅れのものとなりつつあるんです。少し余談ですが、実際に私が住んでいる国でも、近所の大型スーパーはスマホアプリを提供してくれていて、家にいながらそのスーパーにある商品をポチポチっと購入することができます。そしてなんとわずか60分で自宅まで配送してくれるんです。
しかも送料も無料なんですね。これはすごいなと思います。人件費が高い日本ではなかなか実現が難しいサービスかもしれませんが、海外ではすでにこのようなことが当たり前になりつつあるんです。Amazon はいつまで王者で居続けることができるのか、今後の展開から目が離せません。さて、というところで第2章をまとめておきましょう。ポイント1、コロナ禍を通じて EC 化率が高まり、リアル店舗が軒並み閉店に追い込まれていく中、体験型や倉庫型といった新しい形態の店舗は今後も生き残るだろう。ポイント2、ナイキのような体験型の店舗は、ただ物を売るだけの場所ではなく、そこに行くだけで気分が上がるような体験がデザインされている。ポイント3、住宅街の近隣に倉庫を構え、単発のギグワーカーによって配送される倉庫型の実店舗は、配送スピードや在庫管理の点でAmazonを凌駕しつつある。第3章、マックシェイクはなぜ飲みにくいのか、10年後も生き残るための未来の買い物術。皆さんはマクドナルドのマックシェイクを飲んだことがありますか？飲んだことがある人はストローでシェイクを吸い上げながらこう思ったことはないでしょうか？いやー、このストローもっと太くしてくれればいいのにな。もっと吸いたいな。確かに暑い夏場には最高に美味しいマックシェイクですが、うまく吸い上げないとなかなかスムーズに口元まで届いてくれませんよね。少し時間が経って溶けてくれば飲みやすくはなるものの、初めから吸いやすいように柔らかくするなど、もっと飲みやすくする方法はいくらでも考えられるはずです。しかし、あのマクドナルド様がこんな消費者の意見に気がついていないはずはないんです。しかし、そのままの形で継続されている。実はこれ、あえてそうしているんだそうです。飲みづらくなるような商品設計が意図的になされているというんです。もともとマックシェイクはモーニングの時間帯用の飲み物として開発されました。そして発売後にアメリカのマクドナルド社が何千人という大規模な顧客調査を行ったところ、彼らはあることに気づいたんです。それがマックシェイクをドライブスルーで買って朝食の代わりに車の中で飲んでいる人が多いぞということでした。車社会のアメリカでは通勤に車を使う人が大勢います。平均の通勤時間はなんとおよそ1時間。もしマックシェイクがスルスルと早く飲めてしまうと、車内でやることがなくなってしまいますよね。そこで自動車での移動の間、ゆっくりと楽しんでもらうためにストローの太さを少し飲みづらい程度に設定したんです。これは消費者側から見ればマックシェイクを買っているというよりも、車内でゆっくり何かを飲むという体験、もっと言えば朝食をとるという目的自体にお金を払っていると言えるでしょう。実はマクドナルド社のこの考え方はショッピングパーパスというマーケティング理論に基づいているんです。パーパスは日本語で目的という意味ですが、私たち消費者は一見物を買っているように見えて、実は目的を買っているんだということが分かっています。ここに気づいているか気づいていないかが企業運命を分けているんです。日本でも今後はこのショッピングパーパスが商品開発で重視されるようになるだろうと著者は言います。アメリカではすでに物を買うのが買い物であるという考え自体がもはや古くなっていると言われています。物を買うというのは物がない時代の考え方であり、物が溢れた現代社会では目的を買うのが買い物であるという認識に変わりつつあるんです。この目的にお金を払っているという感覚がよくわからないよという人がいるかもしれません。ですが身近なところを見渡すだけでもそうした店舗はたくさん存在します。例えば、いつも混んでいて席を取るだけでも難しいスターバックス。コーヒーが飲みたいからスターバックスに行くというわけではなく、本を読みたい、勉強をしたい、友達とおしゃべりをしたいといった何かしらの目的を求めて訪れている人がほとんどだと言えますよね。また、今話題沸騰中、生娘しゃぶ漬け戦略の牛丼の吉野家、これも同じようなことが言えます。確かに吉野家の牛丼がどうしても今すぐ食べたいんだという人もいるかもしれませんが、ここでは先ほどの人が集まるという点に着目してみましょう。吉野家が混雑する時間帯といえば昼休みですよね。この時間になるとオフィスビルから大勢のサラリーマンが出てきて、店の外まで行列ができることもあります。その人たちには牛丼を食べること以上に短い時間でお昼ご飯を済ませるという目的があるんです。しかもただ済ませるだけではなく、お腹いっぱいに満足感があるものを食べたい、こういう人が吉野家に集まっているんです。吉野家であれば早い人なら10分、
ゆっくり食べても30分とかからず食事を終えることができます。これだけ短時間でリーズナブルに目的を叶えてくれる店というのはなかなかありませんので、吉野家は長年にわたって商売が成り立っているんだと著者は指摘しています。このようにショッピングパーパスの観点で見ると、今私たちの周りで浸透している商品やサービスがいかに目的を売ることで成功しているかがわかります。逆にいくらブランド力や商品力があっても目的を売ることから外れてしまうと、それだけでビジネスが失敗してしまうこともあるわけです。先ほどはマックシェイクの話をしましたが、同じマクドナルドであってもサラダマックは同社が当初期待していたほどの成果を上げていません。健康志向というトレンドを捉えた商品と見ることはできるものの、ショッピングパーパスという面で見るとターゲッティングが甘いと言わざるを得ません。マクドナルドに来る顧客に健康という目的があまりなかったんですね。美味しさや便利さ、さらには健康的といった従来はメリットとされていた商品の価値は、もはや消費者にとっては当たり前のことになってしまいました。これらが当然のように考えられている現代社会では、目的こそが重要な価値となるんです。だとすればですよ、ここに来て実店舗の重要性が改めて再認識される可能性は考えられないでしょうか。コロナ禍によって加速した買い物のオンライン化、これはあくまで物を買うという点では合理的でしたが、オンライン上で体験や目的を買うにはまだ技術的な限界があります。実は現在 EC 大国の中国でにわかに実店舗の出店がブームとなっており、今後はその流れが日本にも広がっていくだろうと著者は推測しています。この出店ブームを支えているのは、まさしく私たち消費者の体験や目的なんです。今や商品のどれも低価格高品質が当たり前の時代となりました。もはや消費者はそこに価値を感じておらず、自分がその商品に触れることでどんな体験ができるのかに興味や関心が移り変わりつつあるんです。確かに EC は便利です。便利ですが、ただオンラインで欲しいものを買うだけでは物足りないんだという消費者が増えているんです。そのため店舗で何かが体験できること、そしてその体験がデジタルと融合していることが、ポストコロナ時代の店舗のトレンドになるだろうと著者は言うんです。そのようなお店では物を買うことも基本的にはありません。あくまで実店舗は体験をする場であって、実際の買い物はオンライン上で済ませてしまえばいいんです。例えば私たちは欲しい服をただただ Amazon でポチるわけではありませんよね。実店舗で商品に触れて試着してみた、こういった体験を重要視するんです。さらにその体験を写真に撮って SNS に投稿すれば、私たちは体験とともに目的も満たすことができるようになります。ここ数年日本でもインスタ映えを狙った店舗が増えましたが、今後はそうした体験を共有する流れがさらに加速していくはずです。著者によれば、今後は店内のどこを見回しても商品が棚に置かれていないような店舗も珍しくなくなると言います。そこにはただオンラインへと誘導する案内があるだけなんです。店舗ではもっと詳しく知りたい方はこちら、この商品のカラーバリエーションはここから見れますなど案内だけに留めて、実際の在庫管理や配送は自社の倉庫に任せてしまえばいいわけです。これからの10年間は確かに従来型の店舗が次々と閉店しはするものの、店舗そのものはなくならないでしょう。なぜなら今の私たちに必要な新しいタイプの店舗はまだ続々とオープンしていくからです。今あるほとんどの店舗については100年後にはなくなっているかもしれません。しかし店舗は新たな役割を見つけて街に残り続けます。今はその転換期でもあるんです。もし今店舗ビジネスをしているという方は、ぜひぜひこのことについて一度しっかりと考えてみてください。さて、というところで第3章をまとめておきましょう。ポイント1、マックシェイクは消費者の通勤中の車内でゆっくり何かを飲むという目的を満たすためにわざと飲みづらく設計されている。ポイント2、商品は安くて高品質、美味しくて健康的であるというのが当たり前になった現代社会において、買い物は物を買うことではなく目的や体験を買うことに変化しつつある。ポイント3、今後実店舗は商品管理と発送を主とする自社倉庫と連携することで、商品ではなく試着をはじめとした体験を提供する場所として存続するだろう。いかがだったでしょうか。冒頭でも申し上げた通り、本書は2025年人は買い物をしなくなるというベストセラーの続編となっております。
同書はコロナ禍の直前の2019年11月に出版された本ですが、まるでコロナ後の世界を予言しているかのような内容に注目が集まり、現在も読まれ続けているベストセラー、ロングセラー本です。以前このチャンネルでも要約させていただいたことがありますので、本日の動画を見て興味を持たれた方はぜひぜひそちらも合わせてご覧いただけると幸いです。概要欄にリンクを貼らせていただきます。また本書もめちゃくちゃ面白い本でしたので、ぜひぜひ実際にお手に取って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになるより一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。